ハリー・ポッターシリーズ、ハリー・ポッターシリーズの登場人物一覧、ハーマヨニー・グレンジャー・ハーマヨニー・ジーン・イングレンジャーは、J.K. ローリングの小説、ハリー・ポッターシリーズ、およびその派生作品に登場する架空の人物。シリーズにおける主要キャラクターの一人、ホグワーツ・魔法魔術学校、グリフィンドール寮に所属し、主人公で同学年のハリー・ポッター、もう一人の同級生、 ロン・ウィーズリーと親友になり、いつも三人で行動し、様々な問題を解決していく。マグルの両親のもとに生まれた、いわゆるマグル生まれの魔女である。そのため魔法界の習わしには疎いながらも、気まじめに努力する秀才として描かれる。仲間たちを学年一位の知識量と論理的思考力で手助けする役回りである。ファーストネームのハーマイオニー、H、マイニーは、 ギリシア神話の登場人物、ヘルミオネーの英語読みである。一例として、ウィリアム・シェイクスピアの冬物語にも同名の女性が登場し、他にデビッド・ボーイの1969年の楽曲にレターツー・ハーマイオニーがある。この名前は発音がやや難しく、作中ではビクトール・クラムがハーム・オー・ニン・ミニーとごまかして呼ぶ。 日本語訳では作者の承認のもとにハーマイオニーという表現を採用している。ハーマイオニー自身は英語の発音が苦手な人に対しては自分のことをハーミーと呼ばせる。巨人のグロープはハーマイオニーのことをこの名で呼ぶ。ファミリーネームのグレンジャーはアメリカ合衆国で起きた労働運動、グレンジャー運動に由来する。 これは作中にも反映されており、ハーマイオーニーは、屋敷しもべ妖精のために、第4巻、炎のゴーブレット前半で、屋敷しもべ妖精福祉振興協会を設立し、運動を展開する。作者のローリングは最初、パックルとの名前を決めていたが、イメージと合わないため、グレンジャーと決定した。瞳の色は茶色、髪は茶色く量の多いチジレン毛、栗色である。 普段は常に4冊ほどの本を持ち歩いているほか、基本的に用紙には無頓着であり、紙も手入れをしないため乱れている。そのため、魔法薬学の授業では、鍋から発生する蒸気を吸って、紙が膨らむ。作者のローリングがハーマイオニーについて、用紙に自信がない女の子であると語っているように、前歯が大きいことを気にしている。しかし第4巻で、 ドラコマルフォイにかけられた、歯呪いを治療してもらう際、前歯を本来より少し小さくして、コンプレックスを解消する。また直毛剤を使って髪を言い上げ、美しい姿を見せたところが、同館のダンスパーティーの場面で描かれている。映画シリーズで、ハーマイオニー役を演じたエマートソンは、しばしばその美しさを称えられる用紙であるが、映画第一作、賢者の石では、 原作の描写を再現した髪型となっており、元々はシリーズが終わるまでその髪型を維持する契約だったのに対して、ワトソンがプロデューサーや監督を説得することで、自作以降は髪型の変更が許可されたといい、後に雑誌、防具のイタリア版でワトソンは、ハリポタの最初の映画の私を見ると、最初に気になるのは、なんてひどい髪型をしていたんだろうということですと、述べている。 また、映画、賢者の石では当初、前はも、原作を再現する予定で、監督のクリス・コロンバスは、初日に撮影した映画のラストシーンで、ワトソンにつけ刃を着用させていたが、その状態では残るシーンで演技ができないと判断し、それ、限りでつけ刃の使用を取りやめたため、同シーンの映像でのみ、つけ刃の存在が確認できるはずだと語っている。なお、 ワトソンは白い肌だが、作者のローリングは、肌の色について言及したことは一度もないとしており、実際に、ローリング自身が関わった、舞台版、呪いの子のオーディションでは、ハーマイオニー役に、肌が黒いアフリカ系イギリス人のノーマルメズウェニを、選出した。1979年9月19日、マグルの司会士夫婦の間に生まれる。1991年9月1日、 ホグワーツ魔法魔術学校に入学、グリフィンドール寮生となる。10月31日、ハーマイオニーには友達がいないというロンの陰口を偶然聞き、ショックでハロウィーンパーティーを欠席。トイレに隠れて泣いていたところをトロールに襲撃されるが、ハリーとロンに救出され、以降、二人と親友になる。1992年、 賢者の石を守る薬の論理パズルを解き、校長のアルバス・ダンブルドアより50点を獲得する。二年時は、秘密の部屋事件に関して、マルフォイを尋問するためにポリジュース薬を密造する。クリスマスにミリセント・ブルストロードに変身しようとするが、誤って飼い猫の毛を飲む。この薬は、動物変身には使ってはいけないため、自身の体と猫の体が混じった姿になり、 しばらく保健室で過ごすことになる。1993年、ホグワーツの秘密の部屋から解き放たれたスリザリンの怪物の正体にいち早く気づくが、直後に怪物によって石化させられる。後にハリーとロンが事件を解決。ハーマイオーニーはマンドレーク回復薬によって石化状態から回復する。3年時からは逆転時計を使用し、全科目の履修を開始する。 1994年、逆転時計を用いてハリーと共にシリウスブラックとバックビークを救出する。屋敷下部べ養成福祉振興協会を設立する。また、同年、三大魔法学校対抗試合のために、ホグワーツ校を訪れたビクトールクラムから、クリスマスダンスパーティーのパートナーを申し込まれ、彼がホグワーツを去るまで交際する。1995年、ロンと共に、 グリフィンドール寮の監督生に就任する。また、ハリーをリーダーとした闇の魔術に対する防衛術の学習組織を提案、ダンブルドア軍団の設立に成功する。1996年、ハリー、ロン、ジニー、ネビル、ルーナと共に神秘部の戦いに参加。途中まで優勢に戦うが、四匹人の呪いを受けて気を失って倒れる。1997年夏、 両親の身の安全を確保するために、自分のことを忘れさせて、オーストラリアに移住するようにした上で、ハリー、ロンと共に分霊箱探しの旅に出かけ、最後まで戦い抜く。第7巻、死の秘宝発売後、作者のローリングが、インタビューで語ったところによると、ホグワーツの戦いの後、ハーマイオーニーは、両親の記憶を戻した上で、ホグワーツに復学、NEWT を受験する。 その後、魔法省に入省。魔法生物規制管理部で、屋敷しもべ養成などの地位工場に尽力した後、魔法法執行部に移動して、純血支持法の撲滅を推進するという。第8巻の、ハリー・ポッターと呪いの子では、魔法大臣になっている。完璧主義者であり、登場初期は他人に対して厳しい態度をとるが、トロールが、 学校に侵入した事件で助けられて、以来、ハリーやロンと親しくなり、友情に非常に熱い一面を見せるようになる。特に、ハリーとロンに対しては、たとえ二人と喧嘩中であっても彼らの身を案じる。気まじめで頑固な性格であり、第一巻、賢者の意思では規則に厳格な態度をとる。しかし、第二巻、秘密の部屋で、 秘密の部屋を開いた人物を探るために自ら規則を破るなど、マキが進むにつれ目的によっては柔軟な姿勢を見せるようになり始める。ただし基本的には、不正を嫌い、第6巻、謎のプリンスでハリーが、半純血のプリンスを使って、魔法薬学の授業で好成績を収めた時は、不快感をあらわにする。また目的を達成するためには、 非常に粘り強く、第5巻、不死鳥の騎士団ではハリーに対し、闇の魔術に対する防衛術の学習組織の設立を解き、ダンブルドア軍団の結成にこぎつける。用心深く、何事にも根拠を重んじる傾向が強い。作者は公式サイトで、ハーマヨニーについて、失敗への大きな不安と恐怖を持っていると語っており、実際に、作中、 確信のない推測を口にすることはほとんどない。そのため、無想的なルーナラブグッドに反発する場面も少なからずある。本という本を読みあさり、読んだことのある本に書かれた内容ならば、どんな質問にも即答できるほど抜群の記憶力を持つ。知らない物事や理論については、本で確認するのが常であるが、それだけに自分の見識を過信しているところがあり、 第6巻では、魔法薬を教科書通りに作ったにもかかわらず、魔法薬に添付の才を持つセブルス・スネープが過去に教科書へ書き加えた記述をもとにしてハリーが作成した魔法薬よりも出来が悪かったことに、プライドが傷つく。優れた頭脳の持ち主ではあるが、放棄による飛行訓練やクイディッチゲームなど、体を動かすことは増えてである。勇敢さを重視する。 グリフィンドール生であるが、組分け防止が彼女の組分けの際、所属料をグリフィンドールにするか、レーン文苦労にするか迷う場面があり、英知を重視するレーン文苦労生としての資質も持ち合わせている。実際、勉学に対する努力は惜しまず、3年時には逆転時計を使用して、授業時間が重複する科目をすべて履修するといったこともする。そうした努力の結果、 学年1位の成績を収め続け、ホグワーツの多くの教授からその才能を称賛される。5年時末の OWL では、受験した10科目のうちハリーが1位の、闇の魔術に対する防衛術を除く9科目で、トップの成績を取る。ただしそうした努力が通じない、占い学については、いい加減でくだらないと嫌い、教科担当のシビルトレローニー教授も同様である。その一方で、 フレッドとジョージ・ウィーズリーのいたずらグッズでも使われている魔法が優秀であれば賞賛する面もある。死ぬことより学校を退学になることの方が悪いと発言するほど心底学業成績を気にする。彼女を前にしたマネ妖怪がミネルバマクゴナガルに変身し、あなたは全科目落第ですと言い放つ場面もある。なお、ハーマイオニーの守護霊はカワウであるが、 守護霊の呪文を苦手としており、第7巻でハリーはメアリーカターモールに対し、この人はこの呪文だけが苦手なんだと語る。第3巻、アズカバンの囚人では球根機に襲われるが守護霊を作れなかったため気を失う。また、他にも複数回失敗する場面がある。血縁両親は二人ともマグルの司会師であり、ハーマイオーニーはマグル生まれの魔女である。 兄弟姉妹についての記述は特にないが、家族について話す場面では常に両親しか登場しない。友人入学当初は取り済ました態度と授業中の過度な自己主張のせいで周囲から孤立するが、第一巻でトロールに襲われたところをハリーとロンに助けられ、それがきっかけで二人と親友になる。作中ではロンと蝶々発子の会話を交わしたり、 喧嘩をしては仲直りする場面が数多くある。ハリーとは意見が食い違うことはあれど、喧嘩にまで至ることはあまりないが、衝動的な部分があるハリーに比べて理屈で考えて行動するため、諍いが起こることはある。第3巻では謎の人物からハリーに送られてきた放棄ファイアボルトの存在を独断で幕後流れに報告し、ファイアボルトが没収されたことに激怒したハリーと、 論に避けられることになる。ハリーと論の意見が対立した場合は、どちらの行動に理があるかを考えて判断する。第4巻では、誤解を受けて、論と仲違いし孤立したハリーと一緒に過ごし、第6巻では、プリンスの教科書やドラコへの疑惑にのめり込むハリーを、論と同じくいさめる。第7巻で文令箱探索の旅の途中にハリーと、 ロンが決裂した際は、当初の決意通り旅を続けることをロンに解き、ハリーを選んだと解釈したロンに去らないよう、懇願し続ける。同学年の女子の友人のお名前はあまり語られず、ルームメイトのパーバキパチル、ラベンダーブラウンくらいである。一方でロンを通じて、ウィーズリー家の面々とも親しく、特に姉妹がいないジニー・ウィーズリーにとっては、姉のような存在となる。また、 ダンブルドア軍団結成時には、ハンナーボットを連れてくる。夢みがちなルーナラブグッドには最初反発する姿勢が強いが、後に友人として認める。この他、ルビウス、ハグリッド、ネビル・ロングボトムラと友人になる。行為、恋愛恋愛に関する描写は、ハリーやロンよりも早く登場し、第2巻では、ギルデロイ・ロックハートに好意を寄せる描写がある。第四巻では、 ビクトールクラブからクリスマスダンスパーティーのパートナーを申し込まれ彼がホグワーツを去った後も文通をするただし物語ではハーマイオニーが論を異性として意識する様子が随所に描かれている第4巻ではパートナー探しで自分を申し込み対象の女性として見ない論をなじり第5巻では女性の感情に鈍感だと論に厳しく説く第六巻に入ると論を クリスマスパーティーのパートナーにハーマイオーニーから誘い承諾される。そのためジニーやハーマイオーニー自身の出現がきっかけで怒ったロンがラベンダーブラウンと交際している時期は嫉妬に苦しむ。ロンとラベンダーのキスを目撃した直後は復讐心から魔法でロンを襲撃し顔や腕に多数の引っかき傷や切り傷を負わせる。ロンへの当てつけに コーマック・マクラーゲンと付き合っていると発言し、コーマックをクリスマスパーティーへ誘う場面もある。ラベンダーを避けるようになったロンから何気なく、愛してるよ、ハーマイオーニーと言われた際には、茶化しながらも赤面して、笑みを浮かべる。なお、作者のローリングによると、第6巻で、魅惑版農薬を嗅いだハーマイオーニーが感じた3番目の匂いは、ロンの髪のものだという。第7巻では、 スリザリンのロケットの悪影響を受けたロンからハリーとの仲を疑われるも、ロンがロケットを破壊した後に仲直りし、ホグワーツでの戦いの最中には、ロンの言葉に感激したハーマイオニーが、ハリーの目の前でロンに熱烈なキスをする。映画では、死の秘宝パート2において、秘密の部屋で熱烈なキスをする。ケをまぐる生まれの魔女であることから、純血主義のスリザリン生徒は、仲が悪い。 また卑劣なリータスキーターやドローレスワンブリッジ根拠のない占いを第一に信じているシビルトレローニーを嫌う。また男性たちを魅了する美女で第4巻でロンがダンスパートナーを申し込むフラーデーラクールを年し第6巻ではモリー、ジニーと一緒になってフラーへの陰口をロンやハリーに語る。ホグワーツの戦い終結後ホグワーツ卒業後は魔法賞に入賞して 魔法生物規制管理部に入り、後に魔法法執行部に勤務。私生活ではロンと結婚し、娘ローズと息子ヒューゴを授かる。なお、夫ロンの妹ジニーは親友、ハリーの妻であるため、ハーマイオニーから見てハリーは議定にあたる隕石となる。エマ・ワトソン作者のローリングは、ハリー・ポッターシリーズの登場人物の中で最も自分に似ているのは、 ハーマイオニーだと語っている。ただし意識して自分に似せたわけではないらしい。映画監督、ジョージ・ルーカスは、ハーマイオニーという名前を気に入り、スター・ウォーズエピソードに、クローンの攻撃の中で、ハーマイオニー・バグワというウェイトレスを登場させている。ありがとうございます。